悲哀の人魚姫と探求のドロシー。ドロシーは興味深げに人魚姫を見つめ、人魚姫は怪訝な顔でドロシーを見返す。エラ呼吸ですか？地上では肺呼吸です。ちょっと解体させお断りします。好奇心いっぱいのドロシーは嫌がる人魚姫から離れようとせず、人魚姫は己の不運にしくしくと泣いた。ちょっとでいいんです、鱗の一枚でも。ね？ね、じゃないです。痛いのは嫌。人魚姫ってお姫様なのにケチなんですね。あのナイトメアの研究なんてどうです？痛む。これまた珍しいサンプルですね。ドロシーはとても明るくて好奇心いっぱいで悲しみのかけらもない。ああ、なんて罪深い人。人魚から人間になった姫、しかも泡となって消えるなんて、知的好奇心が発動しまくりです。ドロシーを見ていると、無邪気に海を泳いでいた自分の姿を思い出してしまう。人魚姫を見ていると、解体したくてたまらなくなります。特にあの足、元は魚でしょ？どうなっているのか気になります。ドロシーは苦手です。あの人は私を実験材料として見ているから。人魚姫のことは大好きです。あんな研究しがいのある生きたサンプルなんてめったにいませんから。我が身を守るためにドロシーの興味をナイトメアに向けなくちゃ。そうしないと私が解体されてしまう。ん？なんだか奇妙なナイトメアがいるようです。そっちを先に捕獲しなくては。不思議な光をまとったナイトメア、それは尾を持たぬ不死の戦士。がないなんてかわいそう。がないなんてすごい。二人はそれぞれに思いを持ってナイトメアに攻撃を仕掛ける。その苦しみから解放してあげる。その仕組みを教えてください。目的は同じでも、悲哀と探求はあまりにも違いすぎた。かわいそうって思わないんですか？悲しいって思わないんですか？別に思いませんが、興味深いなとは思います。
シールドウィスプの死骸をドロシーは機器として集める。サンプル数は十分です。その楽しげな姿を眺めながら人魚姫は涙を流す。やはり悲しみを知らない人に命の大切さはわからない。人魚姫は悲しみを広める決意も新たに。ドロシーは新たな研究材料を求めてそれぞれにライブラリの中に消えた。人魚姫は訴える。悲しみのない世界に尊さはない。悲しみのない世界に美しさはない。もっと真実の悲哀を。私はそのために武器を取る。涙一粒、それは純粋な思いのかけら。人魚姫はライブラリの世界に悲しみを広め始めた。みんなにもっと悲しみを知ってほしい。みんなにもっと涙を流してほしいの。さすが人魚姫、悲しみの先導者。どんな方針にございますね。私は悲しい恋をした。あの時はそれで十分だと思ったけれど、今はもっと悲しくなりたい。涙が乾く暇がないくらいに泣いていたい。私は足と引き換えに声をなくした。あの絶望感と悲しみ、今はそれ以上のものが欲しい。愛しい人を別の女性に奪われた。あの時の胸をえぐる痛み、もう一度味わいたい。王子様を殺せなかったあの時の慟哭、思い出すだけで愛おしい。愛を得られず泡となって消えたあの時の憂い、だから私はより輝いた。悲しみ、苦しみ、嘆き、憂い、愛してやまない私のお友達。今の世界は生ぬるくて涙を流すのも一苦労。そんなの許していいはずがない。私が今いる場所、ライブラリ、ナイトメアがうごめく世界、それなりの憂鬱に満ちて、それなりの嘆きが聞こえて、遠くに影が見える。遠くから泣き声が聞こえる。それは化け物の声。涙を流したいのに流せない獣の声。あれは私と同じ、同じ病にかかったものだ。
その程度の姿で悲しみに暮れるなんて、涙を見せてその程度の苦しみで叫ぶなんて、甘い、甘すぎる。ああ、アンデルセン、私の作者、やはり。やはりあなただけ。私はあなたをよみがえらせて、あなたと共に嘆きたい。新しい世界で究極の絶望を組み上げて、涙の海を泳ぎたい。だから誓います、ここに、この涙に、あなたの復活を。人魚姫の悲哀、それはさらなる悲哀を求めたこと。